福原愛、複雑な人生の旅。福原愛、福原愛は、日本の有名な元卓球選手であり、その努力と才能でスポーツ界に多くの成功を収めました。しかし、競技場での輝かしい成績を誇るこの女性の私生活は、常に謎めいたものでした。近年、福原愛はプロとしてのキャリアだけでなく、私生活でも数多くの論争に直面しています。 この記事では、福原愛の人生彼女にまつわる論争、そして彼女の葛藤の様々な側面を探りながら、家族関係や結婚、そして最近の批判について詳しく取り上げます。ののの、幼少期から名声への道、福原愛の旅。福原愛は1988年、日本の仙台市で生まれました。幼少期から卓球に興味を持ち、 わずか3歳で本格的に卓球を始めました。彼女の愛らしい姿と卓球への情熱は、日本で愛ちゃんという愛称で広く親しまれるきっかけとなりました。日本代表チームの一員として、福原愛は数多くの国際試合で成功を収めました。特に2012年のロンドンオリンピックでは、日本チームを団体戦で銀メダルに導きました。 これは日本卓球史における重要な快挙でした。ののの結婚と論争。2016年、福原愛は台湾の卓球選手である高校傑、ジアン・ホンジェと結婚しました。この結婚は当初、メディアと世間の大きな注目を集め、二人は夢のカップルとして称賛されていました。結婚初期には、二人の幸せな関係が報じられていましたが、 すぐにその結婚生活は問題に直面しました。福原愛は義理の家族による過干渉や経済的な問題について不満を抱いていました。一方で、高校すぐるの家族側は、福原愛に責任感が欠けていると非難しました。2021年、福原愛が日本の男性との親密な関係を持っていると報じられ、その後、彼女の結婚は完全に破綻しました。 このスキャンダルは福原愛のイメージに大きなダメージを与えました。ののの SNS での批判近年、福原愛は TikTok や Weibo などの SNS での活動を増やしていますが、その投稿はたびたび論争の的となっています。特に2024年のハロウィンでの動画はセンシティブな内容として報告され、厳しい批判を浴びました。彼女の投稿には、 以下のような否定的なコメントが多く寄せられています。本来の自分を見失っている感じがする。かつての輝きを取り戻してほしい。多くのファンは彼女の現在の状況に失望し、その決断に疑問を投げかけています。ののの、家族関係の影響、福原愛の私生活において、父親との関係が重要な要因として挙げられています。報道によると、 彼女の父親との関係は常に複雑であり、それが彼女の性格や人生に影響を及ぼしたと考えられています。一部の専門家は彼女が直面している最近の困難の根本的な原因は、幼少期の家族関係にあると指摘しています。ののの、福原愛の未来は、福原愛の物語は、成功と名声を持つ人でも、 人生の課題や困難から逃れることができないことを示す教訓的な話です。多くのファンは彼女が再び人生における平穏と幸福を取り戻すことを願っています。福原愛のファンにとって、彼女が失われた栄光と尊敬を取り戻せるのか、それとも彼女の新たな人生の章は常に論争と結びついたものとなるのかという疑問が残ります。福原愛のこのこ複雑な旅は 人生の困難に立ち向かうことがどれほど成功した人にとっても必要であることを教えてくれるものです。